はい、こんにちは。チリの井上です。それじゃあ今日も頑張っていきましょうね。じゃあ、向こう行きます。はい、じゃあ今日は第16回ということで、世界の乾燥地域の2番目になりますよね。はい。さあ、今回はちょっと論述が入ってくる、まあがっつりした内容なんですけどね。でも、一番基礎的な内容でもありますので、まあ今回ちょっとこれを機にね、あの基礎的な自然環境、まあ自然災害の内容なんかもね、しっかりまとめ上げることができればいいのかなと思います。 じゃあ、内容を見ていきましょうね。はい。さあ、これがまあ前回の内容でして、ここの穴埋めをしてみたりとかしたんでしたね。で、今日の内容はここです。4、5の内容でしてね。この B に関してと、河川部 B。河川部 B っていうのはここですね。乾燥したの条件下で、灌漑農業には土壌の塩生、塩類化が生じ、作物の生育を妨げる危険も伴うと。 いうことで、ここでの内容は、これですね。土壌の塩類化の危険性が生じるメカニズムと。はい。これがまず一つ。そして5番目の内容が砂漠化の人為的要因についてと。40時では述べなさいという内容ですね。さあ、まあ、兄弟は50時が一番マックス的な感じになってますからね。この50時、40時、まあ、しっかり書けるように練習していきましょう。じゃあ内容入っていきますよ。はい。 まずはこの河川部 B に関してということで土壌の塩類化。この危険性が生じるメカニズムをご有事で述べなさいと。まあ基本的には乾燥地域で考えをしてしまうと、うん。まあ特にこの乾燥地域での考え地域ということになりますかね。考えを行うとと。さて、ここでの考えというのは水を引っ張ることなんだよね。水を引っ張ることは別に悪いことではないのですよ。 河川などから、まあ地下水から水を引っ張ってきて、で、それを地面に撒くということですね。それで農業をやっていこうじゃないかというわけなんですけど、これは別に悪いことじゃないんです。本来はね。日本だって水田やるためには川から水を引っ張ってきたりとかね、しますもんね。ですけど、この乾燥地域はちょっと蒸発がってやつなんですよね。まあ、蒸発量が多いのよね。 まあこの乾燥のポイントっていうのが、降水量よりも蒸発量が勝っている地域ですからね。この蒸発が多いと。この蒸発が多いところで水をまいてしまうとってことなんですよね。なので、ここの考えっていうのは、まあこういう言い方になっちゃうのかなと。不適切な考えと。これをしてしまうと。それによってと、土壌の塩類化が起こるんだと。 いうことなんですけどね、ここをちょっとまあ、絵的な表現でまとめてみましょうか。ニョここに地面があるとするじゃないまあ一応人も立たしていてみましょうか。ね。土の中にいませんから人は。なのでさ、こんな感じに人を立たしておくでしょでそして水をあげるわけですよ。水をあげると。 ね、水これを上げると。そうすると、土壌中の中にいろいろ含まれているミラル分があるんだけど、まあ非常に溶け出しやすいというところからね、塩類という言い方をしますよ。もうこれは全部ひっくるめで塩類という言い方をしてますね。はい。まあこのね、塩類なんかがどんどんと川に入り込んで海の水もしょっぱくなるっていう理論でもありますからね。地面の中にはこの塩類。 まあ塩分。こういうものがたくさん含まれていてと。で、それが水を上げると。まあ、ここで溶け込むわけですよね。で、このままある程度地面の中で安定してきて、まあ、イオン化してある程度安定してくれてればいいんですけどね。蒸発の激しい地域ではと上がってきてしまうわけですよ。こんな感じですかね。 水分は蒸発しますからね。その水分の中に溶け込んだ塩類というものが上に上がってきてしまうと、ここにね。塩類の、と、集積とかね。まあ、塩類が積出するとか、そんなような言い方をしますかね。 上がってくると。まあ、今回は、この激しい蒸発のもと、この考えによって水が染み込んで、そしてそこに塩類を溶け込ませ、激しい蒸発のもと、この表面のところ、表土のところに塩類が集積してきますよってことなんだよね。じゃあね、ここの部分でね、もう一度ちょっと見ていきたいんですけど、こういうものなんですよね。 塩が浮き出てしまった土壌のことは、塩類土とかね。まあ塩類土壌。まあカチョウイコはソロンチャックなんて言う言い方もあるんですけどね。まあこうやって塩類土壌になると。で、塩類土壌で一回塩が浮き出てしまった土というのはね、植物を植えたとしても、まあ育たないんだけど、基本的にはもう全部植物、水分が中に入ってますでしょ。なので塩類が多いと、 そこの部分で浸透圧の関係でね、どんどん水分が抜けて出てしまうのです。でちょうど漬物を漬けるのと同じような感じになっちゃいましてね。なので、一度この塩類が高くなってしまった塩分濃度が高くなった土壌っていうのは、もう基本的に農業は無理なんです。ですので、こういうものを昔からね、防ぐために、まあ乾燥農法、なんていうのもあったんですけどね。まああるんですけどね。この表面のところをちょっと深めに耕して、 でそしてもう一度浅く耕してということで、この地面の地層を切るっていう考え方があるんです。地層ね。例えば、こういうものですよ。ティッシュペーパーとかがあったとするでしょまあ、紙、ティッシュ。ね。ティッシュペーパーがあったとしてさ、こういうところに水、ぺちょんとつけると、この水がその繊維に沿ってビューイーと上がってくるのよね。広がっていくのよ。こういう現象のことは、毛細管現象と申しましてね、 だ一度こうやってどんどん上の部分で蒸発が激しくなると、下の部分まで毛細管現象の影響で水分が上がってきてしまうと。でそして、まあ、塩類含んだ水分がね。で、そして水だけは蒸発し、地表面のところだけ塩分が集積してしまうと。まあ、こういう現象が起きるわけですよ。ね毛細管現象なんて言葉があるんです。 まあちょっとね、こういう言葉も知っといてもいいのかなと思いますよ。まあさっき言った乾燥農法っていうのはね、こういう感じでさ、はじめは深く耕して、まあ普通に水をくれるんですけど、もう一度ここで浅く耕して、ここで地層を切るんだわね、一回。で、そういうことをすると一手間をかけると、いっぺんに上がってこなくなりますよ、と。まああとはできればこういう部分に、表面のところに他の場所から土を持ってくると。 他の場所から持ってくるのは、100度なんて言ったりもしますけどね。100度と。まあ、こうやって一つの地層を切ってあげる。そうすると、毛細管現象を防止することができるんだって話なんです。まあ、ちょっとここに乾燥農法って入れときましょうか。乾燥農法と。まあね、この乾燥地域では、昔からね、あの手この手と、まあ、頑張ってきたわけですよ。はい。 さあ、大丈夫でしょうかね。じゃあ、ここの部分、50字程度でまとめていきましょう。欲しいものというのは、やはりこの塩類集積ですね。これが欲しいと。そして、毛細還元症。こいつが起きてしまうことによって、ってことですね。そして、不適切な考えと。まあ、こういうものが一つテーマになってくるんですよと。じゃあ、文章化してみましょう。はい。こんな感じにどうでしょうか。 まずはポイントは考えは考えなんだけど、まあ、この地域には向かないんだということですよね。本来はおとなしくしとかなきゃいけないんです。まあ、実際は放牧とかね。まあ、遊牧とか。そういう系統のものが良かったんでしょうけどね。やっぱり人間ももぐもぐ定住して、定住して食べたいというところから、まあ、しょうがないかな。自然に不適切な考えと。もちろん背景にあるのは人口増加はありますよ。この自然災害の大きなポイントは人口増加は背景にあります。 なので、自然に負担をかけさせてしまうということなんですよね。で、この浸透した水分、考えをして、浸透した水分に土壌中の塩類が溶け込む。そして、蒸発により毛細管現象塩類が地表に集積すると。まあ、こんな感じにしてね、ブロックでちょっと押さえてみた方がいいでしょうね。さあ、ここで不適切な考え。そして、浸透した水分が、 に土壌中の塩類が溶け込むと。まあここの部分が前提条件ですよね。そして乾燥地域で特にこういうことが起きるんですよと。まあこれが全体的なメカニズムですよね。まずは水をくれすぎる。そしてその水分の中に土壌中の塩類が溶け込む。これはどこでもあること。だけれども蒸発が激しいので、毛細管現象によって塩類がどん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 上に上がってきてしまうと。 まあこういう内容でまとめていくとどうでしょうかね。はい。まあ大体こんな感じのブロックとして見てますよ。はい。じゃあこのあたりね、自分でかっこよくこんな言葉を覚えてみたり、そして何気なく蒸発がそうなんだよねと、くっつく言葉をしっかりね、押さえておくのが必要ですよ。はい、さあ、それじゃあこの問題はこのぐらいにしておきましょうか。じゃあ今度もう一つ行きましょう。 今度は河川部ンに関しての砂漠化の人的な要因ですね。まずは人的要因以外には、世の中には自然的要因っていうのがありますよ。砂漠化の自然的な要因というのは、やはり干ばつですね。慢性的な干ばつ。これはあるでしょうね。はい、とい まずここの部分はあるけれど、今回はこういう自然的な要因は、まあ分かってると思うけどね。人的な要因。こうやって干ばつの激しい、自然の厳しいところで人間がなぜこういうことをしてしまうのかということですよね。砂漠化が起きる人間の行為というものをしっかりと抑えましょうというわけです。ねえ。まあ一つ目の背景はこの人口増加というのが背景にありますよと。 これはまあね、前提的なものかな。そして、お子ちゃまも生まれる。まあ特に農業なんかを中心とする地域だから、ね、労働者として、まあ生活の担い手って言っとこうかな。あまり労働者って言うとね、なんか逆再的な感じがするので、まあここではね、生活の担い手ということで、子供をね、その、労働者というかな、まあそのね、ね、うん、その担い手だよね。で、そこで子供を利用するということですね。 まあお姉ちゃんなんかは弟たちの面倒を見てよとかね。そういうのもあるでしょうし。そして男の子をどん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 産んでというところがイメージ的には強いのかな。そして農業を手伝ってもらおうじゃないか。ということで、どんどんお子ちゃまを産んでいくわけですよ。まあその、産む傾向が高いということ。で、お子ちゃまがやっぱりね、生まれてお腹すいたよって言ったら食べさせてあげたいと思うの親心ですからで。そこで一生懸命農,農作業をしながら、食料生産を一生懸命頑張るわけです。でその一生懸命頑張る行為が、 砂漠化をさらに拡大させてしまうんですよってことなのよね。悲しいけどね。なので、ここの人為的な拡大要因ということ。ここを一つまとめ上げていけばいいと。うん。そうなってくると、まあ、必然的に過剰なという感じになるのかな。本来はあまりしてはいけないんだけれど、やりすぎちゃうと。過剰なと。ね。工作。 工作があるでしょあとは、過剰な、放牧。家畜を育てるんだよね。ヤギとかね。乾燥に強いからね。そして、あとは、そうだね。伐採。芯炭剤だね。煮木のためにということ。芯炭剤は、薪ってやつだね。 のためにというようなことをまとめ上げていければいいのかな過剰な工作、過剰な放牧、過剰な伐採って感じですよね。まあ実際このサヘル地域の中でも伐採が使えるのはサヘルの中でもちょっと南側の地域に限るかな。まあこの辺りもちょっと気をつけておきたいところはあるね。アフリカがこうあるでしょ ね。そして、サヘル地域が、洗年があるから、ソマリアの方向にかけてと、まあ、こんな感じなわけですよ。で、その中でも、ちょっと南側の地域なのよね。こういう場所。北側の地域が、まあ、基本的には、ステップ気候。ね。そして、こっちの方が、サバナ気候が中心になってくるのよ。で、ここはなんてでも、ュリン気候っていうのがテーマですからね。ここでちょっと伐採の話を入れては困るわけだ。 なので、こっち側ってイメージがちゃんとついてればいいわ。いいそういうことなんです。たまに受験では意地悪の時があるからね、避ける地域の中でも南側、赤道側に特化させる場合があるから、そういう時にはこれは触れてもいい。でも、北側に特化させた場合にはステップ機構なので、こいつは入れちゃダメになるよね。いい今回は全般の話をしてるから問題なしだ。なので、ここの部分で全般の一般論の話をしているのか、 北側限定なのか、南側限定なのかとか、そういうところはちょっと気をつけるべきなんだよね。ちょっとそこだけ気をつけておいてな。特にまあ、兄弟受験者。ね一流大学ですから。そういうあたりもちゃんときめ細かに、詳細に押さえておく必要がありそうですよ。はい。さあ、それじゃあね、回答的なところを見てみましょう。はい。まあ、こんな感じにまとめてみました。やっぱりこれ欲しいですよね。人為的な要因ということで、人口増加。これが背景なんだと。 アフリカ、人口爆発。一つのテーマですもんね。を背景にと。過剰工作。まあ過剰なはもう入れなかったですよ。過剰な工作。過剰放牧。診断剤利用のための過剰伐採と。あ、なんちゅうても40時ですからね。ここの部分を羅列しただけではとても40時に足りませんから。まあせめて36時以上で書いていかないとね。1割ビギ以上で書いていかないといけませんのでね。まあこんな感じに入れてみましたよ。 ねえ、診断剤利用のためだと。荷先のために使ってしまうんだよということですよね。ここを強調した内容でございます。はい。何気ないけど、これテーマ、ポイントだからね。こういうところをちゃんと前提としていられること。いいここだけに特化しないようにね。いいそれがまあ、ここでの内容のテーマなのかな。で、このパターンはよく出てくるから、まあ、しっかりこのパターン、形式ということで理解をしとくと。まあ、自分のものにしとくといいよ。はい。さ、それじゃあね。 今日はここまでといたしましょう。まあ、しっかり復習。まあ、ある程度パターン化してね、理解を深めていくことにいたしましょうね。はい。じゃあ終わります。はい。お疲れ様でした。授業どうでしたかわかりやすかったですかまあ、しっかりと復習して、自分のものにどんどんしてってくださいね。この考え方を自分のものにしていくっていうことが、一番、この地理の学習には大事なものですからね。はい。それじゃあ一緒に頑張っていきましょう。